悶絶で痛い三つの図。人を痛め続けて25年本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。この音、さっき触った時より全然柔らかいの分かりますか？はい。この辺も張りもだいぶ減りましたね。はい。ということは、はい、足の疲れから背中上がってきてたよってことだったんですね。はい。だいぶましたね。では、背中ね、ここ押さえていきますよ、はい、ここタッコ疲れとかちょっとね、硬くなるからね、はい、少し踏みたりしたら教えてくださいね。一応ぎっくり腰ということだったので、はい、腰はちょっと触らないようにしておきますね。めちゃめちゃ凝ってますね。脱臼疲れです、こいつは。